今ね、声優来てるんですけど、ついにエレベーターが更新になります。三菱になるそうですね。楽しみです。機雷はまだ更新されてませんので、ちょっとこちらの方に行こうと思います。更新の完了が11月末ですね。ではこちらの方に乗っていこうと思います。いやー、このエレベーターも最後です。40年ぐらいですかね、そのぐらい使われてたんですけど、残念でございます。いやー、本当に残念で、機種の方を聞いてみたらネクスキューブではないとのことらしいんで、ちょっとそこら辺が楽しみですね。